名寄駅は、北海道名寄市東一条南六丁目にある、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W48。事務官コードは12万1818 18。八。名寄市の中心駅であり、普通列車に加え特急、宗谷、サロ別や快速、名寄が停車する宗谷本線の主要駅である。また、 運転士の乗務はこの駅を境に、稚内方面が宗谷北線運輸営業所、旭川方面が旭川運転所と担当区域が分かれている。普通列車の運転系統も当駅で同じように分かれるが、1日3往復列車番号を変えて相互に直通する列車もあり、そのうち1往復は旭川稚内間の全線を走破する。当駅は、 1903年9月に開業した。当時は旭川方面から伸びる手塩線の終着駅だった。その8年後の1911年11月に路線が御根内駅まで延伸し、名寄駅は途中駅となった。1919年10月には下川町方面へ向かう名寄路線が開業し、道線と宗谷本線の乗り換え駅となった。 また1937年11月には名営線が開業した。1987年4月1日の国鉄分割民営化により、那寄駅は北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道に継承された。那寄本線、新名線も JR 北海道が継承したが、那寄本線は1989年5月に、 新名線は1995年9月に廃止され、現在は宗谷本線のみの途中駅となっている。1977年の名寄駅と周囲約1 8トル範囲の状況。上が稚内方面。下中央が宗谷本線。下左が新名線。下右が名寄本線。新名線と並行して、 南の手塩川製紙工場へ専用線が分岐している。駅の構内には多くの副本線とともに転車台を持つ大きな機関区が残されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成指名より手塩川と名寄川が合流することからナヨプトゥが由来とされる。 単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ地上駅。駅舎は西側一箇所にあり、日本最北の LED 発射標導入駅である。以前は、駅舎は直結の島式ホームがあり2面4線で、あったが、0番乗り場が廃止された後、単式ホームになった。1から3番乗り場はいずれも折り返しが可能。ホーム間の移動は、 古戦橋を使う。留置線が付設され、夜間大白の運用もある。このうち一本は、おといネップ駅発着で、当駅まで改装して大白している。終日社員配置駅。駅構内には、緑の窓口、自動券売機、指定席券売機がある。JR 貨物の名寄駅は、コンテナ貨物の取扱い駅となっている。コンテナ周廃基地の名寄駅オフレイルステーションが、 駅舎北側に併設されており、貨物列車の代行のトラック便が、北旭川駅との間に1日後、往復運行されている。JR 貨物の駅としては最北端に位置している。かつては一面二線のコンテナホームがあったが、貨物列車の発着が廃止された1996年9月以降、二0線は使用されず、ホームのみ、コンテナ基地として使用されている。 貨物列車の発着がない自動車代行駅となった後、2006年4月の貨物駅の名称整理の際に、ナヨロオフレールステーションとなっている。また1993年頃までは、岩谷産業ナヨロ LPG センターへの専用船があり、本和西駅発送の駅化石油が水輸送用の滝2万5000経過車が到着していた。また、それより前には、大島テリア、 なよ工場への専用船もあり、同工場向けの石油輸送用タンク車も到着していた。駅売り店のほか、ワゴン販売のある特急、スーパーソーヤの車内でも販売されていた。なお、各館商会は2009年6月30日限りで廃業した。SL キマロキ編成2013年4月1日に、駅前交流プラザ。 ヨローナがオープンし、同日より併設されたバスのリバに発着する。ありがとうございます。